届いた。はい、皆さんこんにちは、亀の子私です。いやー、くつわさんから届きました。これがネオン筆になります。はい、まあ、これがですね、実はですね、発売が2020年の4月下旬とね、予定されている商品なんですよね。え、なんでこうやって持ってるのみたいな形なんですけど、実はですね、これくつわさんとしては初のね、はい、クラウドファンディングによってなんと市販化が決定された商品になります。はい、でね、まあ、市販化が決定されまして、まあ、これ自体、この商品自体が、まあ、このクラウドファンディングのリターングッズみたいな形でしてね、はい、まあ、自分はそのクラウドファンディングに参加したので、まあ、リターングッズとして、まあ、いただいたっていう形になります。で、まあ、届きたてをね、今こういうふうに形で動画でね、紹介して撮ってるような形になります。はい、このような形のね、なんか袋に入ってきました。はい、でこの外側に関してはこういう風な形でね、プチプチでね、包装されて、レターパックライトに入ってきた形になります。はい、でね、まあ、これがですね、こういう風な形で4色にね、あるんですよね。で、まあ、芯がね、こういう風な形で何個かこういう風についてるような形になります。はい、でね、他にね、入ってたものがね、はい、こういう風なね、2枚なんですよね。はい、紙が2枚入ってました。はい、こちらになります。はい、まあ、これ実際にね、商品化された時こうなるよみたいな形のね、なんかカタログのこれ印刷されたようなやつですね。あともう一個がですね、はい、まあ、今回のね、このクラウドファンディングに対するね、支援いただいた方へのお礼みたいなのがね、これビジネス的な形の、まあ、書面で書かれているような形になります。はい、もうこの辺とかね、はい、背景みたいな形からね、始まる形でいろいろ書いてあるんですけど、はい、まあ、大事なのはね、この2つ目のブロックのとこですね。はい、またノック式鉛筆の蛍光マーカーネオン筆は多数のご支援者様からのご要望を受け市販化することが決定いたしました。4月下旬頃から一部の文具売り場で販売されます。販売店が決まり次第販売店舗の情報を活動レポートで報告いたしますみたいな形でね、まあ、ありがとうございましたみたいな、ね、文面がビジネス的に書かれたようなやつが、まあ、入ってたような形になります。はい、じゃあね、売られる時の、まあ、この情報をちょっと見ていきましょうか。はい、もう商品名はこれネオン筆みたいですね。でね、これくつわさんの商品でね、ちょっと自分これ謎なんがこのハイラインって書いてあるんですよね。はい、これなんだろうっていう形なんですよね。これホームページで見てもね、なんかあんまり なぜか表記があんまり書いてないいうとこなんですけど、おそらく自分の予想ではハイラインっていうのが結構子供から大人の方、まあ、特に大人の方も、まあ、大人いうかね、もうどういうタイかな、学童とかの結構小さいやつも子向けのやつとかもね、出されてたりとかもするメーカーなんで、はい、結構まあ中学生以上とか、まあ、高校生とか、まあ、そのあたり以上かな、まあ、そのあたり以上とかになってくるラインナップにはおそらくこのハイラインっていうのがついてるような感じになります。で、今回のやつもまあハイラインっていう形でね、こういう風なマークがついてるような形です。一方ね、これもっと学童系向けのやつに関してはこういう風な表記がねされてます。ここら辺なんですね、これこれ、くつわさんのやつなんですけど、STAD、まあ、スタディなんかな、なんかちょっとわかんないんですけど、なんかこういう風なマークと、なんかこういう風なマークの、なんか2ブランドみたいなのがあったりするんですよね。はい。まあね、まあ、このハイラインのブランドのやつから出る形で、市販化されるときはこういう風なね、ブリスターパックに入った形で売られるみたいです。はい。鉛筆形状のパッケージみたいな感じですね。はい。でね、値段の方が、まあ、1本300円いう形ですね。で、色に関しては、はい、ピン、蛍光ピンク、蛍光イエロー、蛍光オレンジ、蛍光グリーンっていう形になります。はい、で、返信に関しては、2本セットで、まあ、1個いう形ですね。はい、これが、値段の方が180円で売られるみたいです。はい。で、まあ、これに関してはね、ちょっと後の方で言おうかなと思うんですけど、はい、これの実物が、まあ、こういう風な形になります。はい、まあ、これが蛍光イエロー、蛍光ピンク、蛍光オレンジ、蛍光グリーンという形ですね。はい、ちょっとこれ出してみますね。はい、ここのところにね、グリップがついてるんですよね。はい、結構こういう風にね、持ちやすい形になっててね、いいかなと思います。はい、まあ、こういう風な感じの見た目ですね。はい。ちょっと見渡してみるとこんな形になります。はい、でまあね、上のところね、もうこれ使い方言うても、もうこうやってノックして、まあ、これを縮めるみたいな形ですね。はい、それで、ね、まあ
ネオンピツっていう商品名がこういう風に書いてありまして、後ろのところにねこれ神経が書いてあります。はい、神経が、はい、3.8 なんですよね。はい、という風なね形になって、あれちょっと待ってください、なんかこれついてましたね。これ何かな。はい、あ、取扱説明書の方がねここのところに書いてありました。はい、芯の出し方、まあこれは分かりますね。芯の戻し方もまあ特にこれも言うとこはないです。まあ長さの目安は3ミリほどにしてくださいねっていうことが書いてありますね。で、芯詰まることはまあこんだけ太いね芯なんで特にはあまり気にしなくてもいいかなと思います。芯の交換方法に関してはまあこっちからでもね、まあ太い芯なんで、まあいけんこともないかもなんですけど、はい、まあここのところを一応外して上から入れてあげるみたいな形で書いてありますね。で、分解できるところは、ここの口がね、みたいなところは、ここは分解できないですね。この、あ、ここですね。このグリップよりも上の部分がこういうふうにネジになってて、ここは外せるようになってます。ここのところも触れるようになってますね。はい、バネのなんかこの、これも触れるような形になってます。はい、こういう風な感じですね。はい、こういう風な形になってます。はい、ノックの感触も結構いいですね。なんかカシャ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 こういう風に出てくる風な感じになります。はい、という風なね感じですね。はい、これ長さ的にはどれぐらいかと言いますと、はい、ちょっと手元にあるペンこれ出してみましょうか。はい、これ他社のやつになるんですけど、はい、ドクターグリップの4プラス1ですね。まあ、これは結構文房具店とかでも、これ限定色なんで、ちょっとあれなんですけど、まあ、見かけるペンじゃないかなと思います。まあ、これと長さを比較してみると、今これ芯を何も出してない状態で、まあ、上を揃えてあげると、はい、ちょうどこれぐらいの長さですね。はい、もう本当、もう、この口金のところのちょいかかるかなぐらいの、これぐらいの長さと思ってください。はい、まあね結構、まあ、筆箱を選ばずこの大きさだとね入るんじゃないかなと思います。はい、でねクラウドファンディングなんですけど、実は自分ねこれまあプランがクラウドファンディングっていろいろまあ設けたりするんですよね。まあ一口のコースもあったりするんですけど、まあ今回これやったコースはまあ何個かコースがあった形で、自分はその中でもちょっと下の方のコースに入った形になります。まあちょっと理由としましては、もう自分がねそのクラウドファンディングに気づいて参加しようと思った時にはもうすでにねかなり成功されてた形やったんですよね。もう目標金額まで到達してたかっていうこともあったりもしましたし、あとはねリターングッズなんですよね。はい、まあ支援いただいた方への、まあ、今回こういう形でリターンがあったんですけど、そのリターングッズの内容が上の方の人やとこれにもう一個ね商品がついてたんですよね。はい、その商品がね何かと言いますと、実はねこれ自分持ってるやつやったんですよね。はい、それがこれになります。じゃあ、はい、こちらなんですよね。はい、まあねこのネオンカラーマーカーって書いてあるんですけど、なんかこういう鉛筆タイプのねやつやったんですよね。はい、これを自分ねまあかねてより持ってまして、はい、なんでまああんまり上のプラン入っても意味がないかなって思ったんで、まあ入らなかった形になります。でね、これがですね長さ的にねやっぱりこのキャップコンビになってくるとかなりこういう風に長くなるんですよね。はい、なんでちょっとねこれ持ち運びの面で筆箱入んなかったり、じゃあかといってこれキャップをこれ取ったとしても、はい、これでもまあまあ長さあるんですよね。でこれキャップつけるとやっぱりちょっと長くなってね筆箱入んないなみたいな形でね、ちょっとうーんってなって、じゃあこれキャップなしにしてどうかというと、ここのところでねかなり筆箱は汚れていきそうやったんで、うーんいう形でね、まあちょっと家にね置いてたような形だったんで、今回のねこれはそれに比べたらね先っぽも収納できますしね、かなりいいなっていう形で、まあ個人的に思ったんで、しかも靴屋さんの商品ね結構大好きやったりするんで、まあちょっとその応援みたいな形もあって、まあクラウドファンディング参加したっていうふうな、そういうふうな流れになります。はい、でね、まあ靴屋さん、まああとは何かな、あとは実際にこれねどんな感じか試してみましょうか。はい、じゃあねまあこれビジネス的なね文章がついてたって言ったんですけど、これをね一応一部コピーを取りました。はい、じゃあねこのコピーをね取ったやつ、まあこれに実際線を引いていく方がまあ実際にね、まあ教科書じゃないですけど印刷されたね字に対して線を引いていくっていう機会が多分多くなるんじゃないかなと思うんでね、まあいい例になるかなと思ったんで、まあコピーした形になります。じゃあねこれ実際に使っていきましょうか。
はい、まあどんな文字でもいいんですけどね、はい、例えばまあ支援金とかね、なんかここら辺縫ってみましょうか。はい、はい、まあ力入れるとこういう形で縫れる形ですね。はい、でまあ靴屋さんが得意としてる学童文具ですね。はい、これね、力をね、これ緩めるとね、ちょっとね、淡い形で塗れるっていうのもね、はい、これこの鉛筆タイプみたいなのの特徴ですね。で、力を入れるとかなり濃くね、塗れるっていうところが、これ液体状のマーカーにはない、まあ、特徴かなって思ったりして、まあこれならではかなって思ったりもします。はい、じゃあこのネオン筆とかこういう風に塗ってみましょうか。これ、はい、はい、でまあ4月下旬頃、はい、4月下旬とかですね、これ、はい、はい、でね、これね、もう一個いいのが、はい、これちょっと角度をね、斜めにするんですよね。ほんなら、こういう風な使い方もできるんですね。一部の文具売り場で、みたいな形でね。はい、こういう形でね、面でも塗ることができますし、線でもこういう風に塗れるっていうことができるっていうね。はい、この辺がね、非常にこの鉛筆タイプの素晴らしいとこかなと思います。まあ、これ鉛筆タイプというか、どっちかというとこれね、芯ホルダーの部類に近い形なんですよね。でも芯ホルダーでね、これ 3.8 ミリっていうのは非常にね、これ珍しいんじゃないかなと思います。まあ、コヒノールさんっていうね、チェコのまあ、海外で有名なとこあったりするんですけど、そこは 3.8 出してたかな。ちょっとわかんないですけど、ちょっとはあんまり、出してなかったような気がするんで、まあこの芯ホルダーをなんか改造してなんかしよう思ったら、ちょっとまあ、うん、使い道が限られるかなみたいな形ではあるかなと思います。はい、というふうな形でね、まあ今こういうふうな形で塗れました。はい、じゃあこれがですね、なんかね、消せるって書いてあったんでね、ちょっと消していきたいなと思うんですけど、同じくね、靴屋さんの商品でせっかくなんで消していこうかなと思います。はい、こちらになります。じゃん、靴屋さんね、地消しっていうやつを出してるんですよね。はい、これ消すと後ろのところがね、これ実はネオジム磁石になってまして、はい、でこの消しゴムがこれね、黒いんですけど、これ鉄粉を含んでるんですよね。はい、で後ろのところでこれ回収、その消しカスを回収できるっていう風なね、素晴らしい消しゴムなんですよね。じゃあちょっとこれ消してみましょうか。うん、まあでもこれね、まあこれ桜さんもね、クーピーっていうやつを出したりしてるんですけど、まああれもね、これとよく似たような感じなんですけど、うん、切れ味に関してはね、そんなバッチリすごい消えるっていうわけではないですね。まあ若干薄くなるかな程度に思っておいた方がいいかもです。あ、線で引いたやつに関してはちょっとね、なんか消えてるなみたいな感じがね、ちょっとありますね。はい、でこういう風にね、消すカスがね、こういう風に溜まってったら、この後ろの出番なんですよね。はい、こういう風にトン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 ってしてあげると、はい、見事にね、こういう風に取れるっていう風な、はい、こういう風なやつなんですよね。はい、まあね、若干薄くなったかなっていう風な程度ですね。はい、まああまり消すことはね、想定しない方がね、いいかなって個人的に思ったりもします。まあ念のためね、ちょっと違う消しゴムでやってみましょうか。はい、違う消しゴムどっかあったかな。あ、これありましたね。はい、ちょっと手元にね、このトンボ鉛筆さんのものがね、あったんで、ちょっとこれで消してみます。今これ多数のところを塗ったんですけど、うん、あ、でも、うん、あ、でもやっぱ残りますね。ちょっと残る形ですね。はい、ちょっとこういう風にね、残るような形になったりするんで、まあ、角に消えるっていう形ではないですね。はい、まあ、この辺に関してはやっぱこれですね。例えばこれ最近自分動画で紹介したやつなんですけど、これパイロットさんのフリクションライトなんですけど、まあ、例えばこれご協力をお願い申し上げますみたいな形でね、こういう風に引きますよね。はい、はい、こういう風にね、引いた形なんですけど、まあこれをね、後ろのね、ところでまあ擦ってあげると、はい、こういう風に消えていくんですよね。はい、切れ味に関してはまあこれがいいかなって思うんですけど、はい、ここでご覧ください。これね、インクジェットでね、これ印刷したやつなんですけど、はい、ちょっとね、やっぱ擦っていくとビヤーってやっぱなっていったりするんですよね。はい、どうしてもね、これまあ中に液体がね、これ充填されてるんですけど、それが染みていく形なんで、それをギューって擦ったりするんで、やっぱりこういう風になんかにじみみたいなのが生じて
行きやすい形になりますね。まあこれはまあ染料であったり顔料であったとしても結構やっぱ宿命的な部分かなと思います。あとは髪がね薄かったりとかしたらね、こういう風な液状タイプのやつって後ろににじんできたりするんですよね。はい、そういうのがね顕著に出るような髪に対してはこういう風なねタイプよりもこういう風なねあの鉛筆とかのねこういう風なタイプの方に軍配が上がるかなみたいな感じもします。でね、ここのところにねそのセールスポイントみたいなところが書いてあるんですけど、はい、どんなところもマーキングって書いてあるところ、はい、これがねまあ鉛筆タイプのね特にあの効力を発揮するところがこの辺なんですよね。はい、裁縫とかの場合とかですね、はい、あの繊維とかに書いたりする場合、これねあの液体のねこっちでやっちゃうともう染み込んでいっちゃうんですよね。はい、なんでえらいことになったりとかするんで、まあその辺に関してはやっぱりこれに軍配が上がるかなって思います。あとはもうこれあの木材とかのねこの毛書きといいますか、ちょっとあのマーキングするときにやったりとか、あとは新聞紙とかの時とかですね、はい、まあこの辺とかはね結構やっぱりあのこの鉛筆タイプの得意とするフィールドじゃないかなと思います。はい、まあ、こういうふうなところをね結構やられたりとか想定されている方には非常に今回のこれいいんじゃないかなと思います。個人的にねこの裁縫とかねいいんじゃないかなと思いますね。はい、というふうなねなんかこういうふうな形のまあやつがまあネオン筆みたいな感じです。はい、じゃあねこっからは何を紹介しようかな。はい、あとはね、靴屋さんせっかくね、なんか商品ね、この辺とかも出したりしたんでね、まあ自分いろいろまあそういうのを出しながら、ちょっと靴屋さんのね、まあ歴史じゃないですけどね、ちょっとその辺のお話もしたいなと思います。はい、靴屋さんはですね、実は1910年からってね、結構長いんですよね。はい、まあ今が2020年の4月ね、収録してる形なんで、はい、まあ創業ね、110周年になるんか、はい、いう形になるんですよね。まあ理念に関しては、まあ、信用開発挑戦みたいなのを、まあ、企業のスピリットみたいな形で、ね、定めてます。でねこれ会社がね大阪にある形なんですよね。でまあどんなんが強いとこかと言いますと、はい、学童的なね文具が非常に強いんですよね。はい、まあちょっといろいろ商品を出していきます。例えばこんなね鉛筆のキャップとか、こんな鉛筆削りとかね、はい、もう結構自分いろいろ持ったりしてるんですよね。はい、まあこれも鉛筆削りか、ちょっといろいろ出しますね。なんかこういう風なプニューグリップとかいう風なやつとかね、はい、まあ鉛筆キャップ、こんなね金属のやつもあったりするんですよね。はい、こんなんもあったり、まあさっき言ったこのね2本持ってるのかみたいな形なんですけど、はい、まあこういう風なねマーカーのやつ、鉛筆系のマーカーがあったり、こんなね、はい、かっこいい定規があったりとかね、はい、もうこれ昔持ってたやつなんですけど、はい、このドクターイオンってやつのこのシャープペンともあったりとか、はい、なんかねこういう形でいろいろねこういう風に出されてるんですよね。はい、でね特にねこういう風なやつとかですね、はい、こういうのって結構まあ小学校とかでね結構鉛筆とか使ったりするんで結構頻度が高いかなって思うんですけど、こういうのに関しては、はい、このSTAD っていうようなね、こういうふうなやつがついてるんですよね。多分スタディのあれやもんですけど、まあこういうのがついてて、もうちょっとね、上の学年になってきたりとかしたら、このハイラインっていうやつがね、いろいろついてくるような形なんですよね。この受験紙に関してでも、このハイラインの、受験紙はどこに書いてあるのかな？あ、ここですね。ここにハイラインってこういうふうに書いてある形なんですよね。はい。まあ昔、これかなり昔のやつなんですよね。これに関してはちょっとハイラインは書いてないのかな。はい。なんかどっかのタイミングがこのハイラインとかこの S何やったかな、STAD ですね。はい。このなんかブランドがなんかつくようになってきたみたいなような形になります。はい。な感じでね、なんかいろいろこういう風にね出されてるメーカーなんですよね。はい、でここでね注目なのがですね、ここのメーカーってね、例えばこのね定規とかもねそうなんですけど、はい、自分でね結構この形がね作れるねメーカーさんなんですよね。まあ既製品のなんかとか、なんかそれに印刷を変えただけみたいな、そういうメーカーじゃなくて、はい、もう一からねなんかこの設計みたいなのもできますし、こんな形でね、なんかただ単にペンとかだけじゃなくてね、こういう風ななんかこういう面白いね、なんか装置系じゃないですけどね、なんかこういう風な文具とかも出すことができるっていう風なね、そういう開発力を持った大阪の企業っていう形なんですよね。はい、で自分ね近畿圏内に住んでたりもしますしね、結構すごいファンなんですよね昔から。はい、ということもありましてね、まあ
このクラウドファンディングね、これだけあの老舗のところがやるとなったら、なんかもしかしていろいろ厳しいんじゃないかなとか、なんかいろいろ考えたりするところもあったんですけど、まあ特にそんな表記もなかったんでね、あの実際どうなのかちょっと根本はわからない形にはなったりするんですけど、はい、まあやられてるなっていう形で、まあちょっと素直に応援したいなっていう形で、あのクラウドファンディングに参加したような形になります。でね、クラウドファンディングってね、本来結構あのベンチャー企業とかね、あのフリーランスの方とかがまあ結構主にやられたりしてる形なんですよね。どうしても資金力がね、そういうのでなかったりとかして、でも夢はあるみたいな形で、夢をいっぱい語って、どうか私に投資してくださいみたいな形でね、やって、まあそこのところでまああのクラウドファンディングによって成功した企業とか、そこからまあ波に乗ってあの大企業に成長したみたいな例もあったりとかしてね、結構そういうふうな素敵なエピソードがまあ生まれたりするっていうのが、まあクラウドファンディングの魅力やったりするところなんですよね。まあここのところにね、こういうふうにあのまあ結構成熟した企業がまあ参入してくるのはどうかみたいなね、そういうふうな意見とかもあったりするんですけど、まあ個人的にはまあ半々かなみたいな感じがしますね。はい、まあ確かにね、あの企業もね、あの売れるかどうかわからへんみたいなやつを作って、そんで売って大失敗するよりかは、やっぱりねクラウドファンディングのその様子とか、まあ感じを見ながらまあやると、まあ確実にね、あのまあ売れるっていう風な形でね、あの成功できるかなって思ったりするんで、まあその辺のね、あのリスクヘッジとかね、なんかその辺考えると、結構クラウドファンディングってね、あの有効な例なんじゃないかなと思ったりもします。はい、ただね、まあそういう企業とかが結構バーってピックアップされまくってくると、だんだんねちょっとあのフリーランスとか、そのね本当にベンチャーの方とかにちょっと焦点がいかなくなりつつあるんじゃないかなと思ったりもするんで、これはね、あのクラウドファンディングされてる側の人がぜひそういうところもね、今後もバーってあのフォーカスを当てて紹介していくのがまあいいんじゃないかなと思ったりもします。あとね、まあクラウドファンディングになってくると、あのリターンをやっぱり提示したりとかしやなあかんケースがあったりとか、まあリターンを提示するっていうのがまあ大前提になってきたりするんですよね。はい、まあそうなってくるとね、あの特に今回のこの商品の場合はもうリターンがもうこれ自体やったりするんで、あ、もうこういうやつが出るんかみたいな形で分かっちゃうんで、まあゲリラ的に突然、うわ、こんなんが出たみたいな、ちょっとその衝撃がね、今後この波がボーッバーって他のね会社とかに広がってったりすると、ちょっとその驚きいうのがね、あのなくなってくるかなっていうのがな、ちょっとその辺がね、まあ懸念点ではあったりする形ではありますね。はい、でもね、まあまあそういうふうなところもまああったりするんですけど、まあ企業はね、まあリスクヘッジになったりもしますし、まあいいんじゃないかなって思ったりもね、あのするんですけどね。はい、まあね、こういう形でまあ一応幕開けっていう、まあ日本でも結構有名なクラウドファンディングサイトで、今回のこのネオンビツに関してはあの募集をかけら、あ、募集というかまあやられたっていう形になります。まあ2019年の12月1日からまあ目標金額は20万円いう形でスタートした形なんですけど、もうね一瞬でやっぱりまあネームバリューのあるブランドなんでね、はい、もう一瞬で達成いたしまして、まあ、最終的には685人の支援で116万ぐらいのね、あの支援があった形なんで、まあ、約5から6倍ぐらいのね、まあ、資金が集まったみたいな形になります。おめでとうございます。はい、というような形で、まあ、実際にねこういうふうに市販に向けてのもう流れも行きましたし、この度ねこの、まあ、リターングッズというのも、まあ、支援者に対してあの行き届いたという形でね、はい、あの非常にいい感じで、まあ、あのまあ、幕を閉じたかなみたいな形ですね。はい、まあでもね、今からねこれ市販化されるとなったらね、今コロナウイルスとかが大変ですよね、世の中。はい、もう結構工場とかでもね生産が遅れてたりとか、まあ大変な状況なんですけど、一応まあ4月下旬であの予定通り出るかなみたいな形のアナウンスを、あの今現状動画を撮ってる段階ではされてる形です。ただコロナウイルスの影響がね非常にあの大きかったりもするんで、あのもう結構ね、あの産業がバタ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 大変なことに今なってるんで、今後結構こういう風な流れでクラウドファンディングに参加してくる企業ってね、あの大中小関わらずね結構あるんじゃないかなって思ったりもします。はい、まあそのね、まあ今文房具の例とかでね結構出てるのって、割とフリーランスとか個人的な例がとか、まあ小さい規模が多いかなと思うんですけど、今後もしかしたらね文房具界隈でも大企業とかもね、なんかこういう風に入ってきて、ちょっとねあの挑戦的な商品とかね、なんかそういうのに関してクラウドファンディングされる可能性が今後あるんじゃないかなってあの思ったりもします。
はい、というふうな形でね、まあ、今回はねちょっといろいろクラウドファンディングの話後半した形なんですけど、このネオン筆っていうね、はい、こういう魅力的な商品が、まあ、まあ、出るっていう情報と、あとはこういうふうに無事届きましたっていう形になります。まあね、さっきもいろいろここのところに靴屋さんの商品を出した形なんですけど、魅力的な商品いろいろ出されてる会社なんで、ぜひね今後も皆さん応援とかねしていくといいんじゃないかなって思います。はい、ということで、まあ、今回はこのネオン筆と、あとはクラウドファンディングのことについてちょっと紹介した形になります。この動画が良かったという方はぜひグッドボタンを、でチャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、他にもねいろいろ面白い文房具をはじめ、まあ動画いろいろ上げたりしてるので見ていただけると嬉しいなと思います。はい、それではありがとうございました。バイバーイ。